今日始まった北九州市議会の一般質問自民党の市議はまず竹内市長が公約として掲げ議会に提出した市長の給与1割カットの条例改正案について審意を問いただしました報酬見直しを要請するのであればその前に自らの退職金を廃止や厚生年金を受け取らないなど議員と条件をまず合わせて議論すべきと考えますが見解をお尋ねします。 報酬や手当などにおいて市長と議員に違いはありますがまずは私自身の給与1割削減を実現させていただきたいと考えております。同じ目線での給与減額を市議会へ将来的に求めている竹内市長一方で市議が指摘するのは手当の違いです例えば、市長は、 一期およそ2600万円の退職金を受け取ることができるものの市議はゼロ同じ目線とは言えないとの主張ですご承知の通り退職手当に関しましては公約では何ら言及をしておりません七番中村議員聞きましたね,ね <laughs> 市長の態度が大体分かったと思いますまあ私たちも退職金もらってないんですから もらわないようにしたらいかがですかそれが同じ目線じゃないですかってことですちなみに北橋市長は一機目はもらってません事務方の書類を見ながら答弁することが多かった竹内市長是々非々で望むとした市議会等改革の具体策をめぐる議論が今後本格化しそうです